特別支援学校特別支援学校とは障害者等が幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた教育を受けることと学習上または生活上の困難を克服し自立が図られることを的とした日本の学校である個別の学校名の末尾が盲学校、老学校、養護学校であるものもあるがこれらも 学校教育法における特別支援学校である。なお、2007年3月31日以前は、盲学校、老学校、養護学校、これらを包括して、特殊教育所学校と称していたは、特殊教育、現在の特別支援教育を行う学校として、個々の学校主として法令に定めされていたものの、2007年4月1日からは、同一の学校主となった。 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、死体不自由者、または病弱者、身体虚弱者を含むに対して、幼稚園、小学校、中学校、または高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上、または生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的としている。 学校教育法第72条。教育活動は特別支援教育の理念にのっとって行われる。特別支援学校には幼稚部、小学部、中学部、高等部、高等部の専攻科があり、入学資格はそれぞれ幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等学校の専攻科に準じている。学級には 単一の障害を有する幼児児童生徒以下、本校では生徒で構成される一般学級と複数の障害を有する生徒で構成される重複障害学級がある。一学級の定員は15名、千葉県、奈良県等、定員を15名より少なくしている自治体もある。で、複数の教員が担任することが多い。また自宅からの登校が困難でなおかつ重度の 障害児のために教員が生徒の自宅へ出向く訪問学級を置いているところもある。さらに短期間ながら医療的支援を必要とする場合にそのような機能を持つ別の特別支援学校への一時的な転学も珍しくはない。学校教育法の改正によって2007年3月31日まで盲学校、老学校、養護学校に区分されていた制度は 2007年4月1日から特別支援学校に一本化された。この名称の変更は、各学校間の機能的差異に基づく区分を名目上撤廃するものである。そこで、各特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、死体不自由者、病弱者、身体虚弱者を含むに対する教育のうち、 当該学校が行うものを明らかにするものとされている学校教育法第73条。またこれらの教育は、障害の種類によらず一人、数との特別な教育的ニーズに応えていくという特別支援教育の理念に基づき行われるとされる。異なった2種以上の障害者等に対する教育を行ってもよい。ただし、公立学校においては、 教職員への労務費を法律に基づいて厳格に計算しなければならないため、主として行う教育が定められる。なお、複数の教育領域を一校で扱っている学校は平地校と呼ばれる。ただし、複数の教育領域を扱っていることを標榜していても、実情としては一つに偏っている場合は平地校という扱いは受けない。また、 特別支援学校は在籍する生徒に教育を施すだけでなく、地域の幼稚園、小、中、高等学校に在籍する生徒の教育に関する助言、支援、いわゆるセンター的機能も担うよう定義されていい。従来の障害に加えて発達障害などの子どもたちにも、地域や学校で総合的で全体的な配慮と支援をしていくことになる。だが、 実際に発達障害の児童、生徒をどの教育領域の特別支援学校で応するかが明確ではないという指摘もある。知的な遅れがないから、知的障害の学校ではなく、また死体不自由でもないから残る病弱とする専門家もいるが、定義自体はなされていないため、そのカテゴリ化も不明確なままである。現状では、主として知的障害者の特別支援学校が支援を行い、 他の講師は主に発達障害との重複障害者を受け入れている。発達障害者の増加とともに各都道府県では特別支援学校の増設、文校の増設、高等学校への文教室の併設などが行われた。主に高等学校の統廃合で使われなくなった校舎を改築して特別支援学校を新設した。小学部。 中学部の在学者の年齢は小学校、中学校よりも幅広いことが多い。意図的に高年齢の生徒を迎え入れている例もあるなど、年齢主義の影響から脱している部分も多い。小学部に学齢超過者が在籍している例も見受けられる。小学部から高等部においては、普通学校の小学校から高等学校と同じ、内容の国語、数学、算数、理科、 社会、英語、技術、家庭、情報、体育、音楽、美術といった教科も教えられるが、それぞれに障害を克服したり、伸ばすことのできる能力を発展させるよう、教える工夫がなされる。小学校から高等学校より、基礎的な内容に生選した教科書など工夫された教材を使用して、それぞれの障害に合わせた学習を行っている。特別支援学校においては、 自立活動という活動が障害の特性に応じて行われている。自立活動には自分の安全を図るための手段とその工夫を学ぶことなどが含まれている。また、学級を担任せず自立活動を専門に行う教諭も配置されている。高等部と高等部の専攻科には普通教育を主とする学科、普通科、専門教育を主とする学科のいずれかまたは 双方を置くことができる。高等部の専攻科に置かれる学科の大半は、専門教育を主とする学科である。1875年、明治8年頃、京都府下の第19小学校、後の体験小学校を経て、現在の二条城北小学校に、陰謀式教場、陰謀教場が開設され、間もなく、文字も教育するようになった。 教員の古川太志志郎が、ホームサインをも含めて自ら編み出した手話を、持ち老児に指導していた。1878年、明治11年5月24日、京都モアインが開校される古川太志志郎が、初代委員長。しかし寄付による財源をもとにしていたため、学校経営が不安定となり、翌1879年、明治12年4月、設置者が、 京都府に移管され、京都府立学校となった。1875、明治8年頃、東京でも、落前会という特殊化グループによる、盲人を教育するための訓盲所の設立運動が、始まり、翌1876、明治9年3月、府知事名で許可され、1878、明治11年7月、築地に、校舎の建設工事開始。 1880、明治13年2月、公明を、落前会訓網院と定め授業開始、同年6月、老辞も加えた。1884、明治17年、公明を、落前会訓網院と改めたが、事業発展に伴い経営が苦しくなり、1885、明治18年、文部省の直轄学校となり、東京網ア学校と解消。後に、 東京教育大学の付属学校となり、現在は、筑波大学付属資格特別支援学校、筑波大学付属聴覚特別支援学校となっている。文部省では1890、明治23年10月の改正小学校令の制定により、網和学校の設置、廃止に関する規定が設けられた。老学校の数も次第に増加し、1897、 明治30年に4校が1907、明治40年に38校と増えた。モートローという全く異なる障害を同一学校で教育する問題が指摘され、文部省は1909、明治42年4月、直轄学校完成を一部改正、新たに東京盲学校を設置。翌年3月、従来の東京盲学校を廃止、 東京ーア学校を設置。これが、もう、老分離の宣弁となった。1923、大正12年8月、盲学校及び、ロア学校令の直例が制定。これに基づく、文部省令、公立私立盲学校及び、ロア学校規定も交付。これらの措置により、初めて盲和学校が、盲学校とロア学校という二つの学校に分離されることになった。 1932年東京私立工業学校が世田谷区に設立される。1947年昭和22年3月教育基本法と同時に交付された学校教育法により、老和学校は老学校へ代わり、老児への義務教育を行う学校となった。またこの時、知的障害者、死体不自由者、病弱者、身体強弱者を含むのための 養護学校の制度が作られた。こうして、盲学校、老学校、養護学校3種の学校が、特殊教育、現在の特別支援教育を行う学校として、法制化された。1979年以前の養護学校は、義務教育機関ではないため、軽度障害者のみを対象とし、重度、重複障害者は修学猶予や、修学免除として、 自宅や障害者入所施設に待機していた。1979年の義務教育会校、重度、重複障害者も、養護学校へ就学となったが、地域の普通学校では障害児排除も見られた。未だ分離教育であるとの批判も継続して見られる。一方で、小学校、中学校など普通学校において障害児学級を設置して、専門の教員を置いて受け入れたり、 普通学級に障害児を受け入れる場合も見られる。一方、養護学校の義務教育化により重度、重複障害者の在籍比率が増加、軽度障害の在学生に教育が十分に行えない状況も生じた。このため一部の都道府県では、軽度障害者の生徒に対する職業教育、専門教育の場と位置づけた高等養護学校、 高等部のみの養護学校を既存の養護学校高等部から新たに設立した。その際、障害者以外は高等養護学校への入学、変、転入学できないことを原則とした。この学校においては自ら通学できる生徒を入学の条件としている都道府県がほとんどである。日本の教育において旧来は、障害による多種多様な取り扱いはされてきたが、 2007年4月1日に障害者等に教育を行う学校種のすべてを特別支援学校に統一した。それに伴い多くの学校で学校名が特別支援学校に変更された。公立の特別支援学校には都道府県立のものと市区町村立、組合立のものが主にあり、公立の小学校、中学校の教員は市区町村立、 組合立の特別支援学校、多くは、知的障害者に対する教育を、行特別支援学校に転任できるが、都道府県立の特別支援学校に転勤するには、試験の合格等が必要な地域もある。また、視覚障害者、聴覚障害者、死体不自由者、病弱者に対する教育を行う特別園学校の数は限られており、これらの障害等に特化して、 特別支援学校の教員を続けようとすると、移動先が限られる。このため、場合によっては、特定の学校に対する勤続年数が長くなる、教員もい,い。特に視覚障害者、聴覚障害者の特別支援学校は県に一つで、あることが多い。特別支援学校の教員は、原則として、特別支援学校教員の免許状と各部に、総合する、免許状。 幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭のいずれかの教員免許状の両方を有しなければならないことが教育職員免許法に定められている。しかし、同法の不足十六の規定により、当分の間との条件付きで本則が骨抜きにされているため、必ずしも特別支援学校教諭の免許状を保有しているわけではない。 教育学部の教員養成課程においては、大学入学時より特別支援教育を志して、いないと特別支援学校の教員免許状は取得しにくい。近年は、特別支援学校教諭の免許状の授与を受けるための免許法認定講習、都道府県の教育委員会主導や、大学通信教育などが充実してきており、特別支援学校教諭の免許状を保有している。 今日の率も上昇している。ただし、視覚障害に関する教育の領域については、2012年現在、家庭が認可されている大学が存在しないため、通信教育での取得、新教育領域の追加を含むは不能である。ちなみに、聴覚障害に関する教育の領域については、同じく2012年時点では、通信家庭では1校だけ存在する、3年以上の 特別支援学校での職務経験がなければ、事前事後指導の免除がなされないため、年度末に行われるスクーリングが必須となる。また、視覚障害の学校内市は、一般校の特別支援学級のいずれかの勤務では、年数にかかわらず、家庭認定の関係もあり、スクーリングを含め免除対象とはならない。そのため、通信教育による特別支援学校教諭の免許上取得は、 事実上は、旧養語学校に相当する、知的障害に関する教育、死体不自由に関する教育、病弱に関する教育の3つの領域が対象となる。2001年度、2004年度は、盲学校、老学校、養護学校の計である。教員養成課程で小学校、中学校、高等学校の免許上を取得した後、大学の特別支援教育に関する。 専攻家または、大学院を修了することにより、特別支援学校教諭の免許状を取得することも、できる。また、近年ではすでに教員である者や、一般の学士が、教職大学院を修了することで、特別支援学校教諭の免許を取得することも、可能である。特別支援学校には、寄宿舎が併設されていることがある。特に、聴覚障害者。 視覚障害者を対象としている特別支援学校は、1都道府県に1、2カ所と少ない場合がほとんどであり、自宅が遠隔地にあって通学が困難な生徒が多く、十分に訓練を受けないと、電車やバスを乗り継いで通学するのが困難なためである。ただし、寄宿舎の設置要件には、自宅通学が困難な地域とあるため、交通手段が発達している、大都市部ほど少ない傾向にある。 また全国的にも寄宿舎自体は減少傾向にあり、特別支援教育の重要性に反比例して寄宿舎教育の将来を不安する声も現場から上がっている。寄宿舎はほとんどが校舎と同じ敷地内に設けられ、寄宿舎生はそこから学校へ通っている。また寄宿舎内での生活指導を受け持つ寄宿舎指導員が置かれており、生活指導、行為、食事、排泄、 入浴などの日常の所作の自立支援や、自治活動、子ども会での活動や、胸やグループ単位での公害体験活動などを通じて自立を目指す教育が、寄宿者指導員によってれている。寄宿者指導員の場合、学校に席を置く教員同様に教育公務員の身分にある。都道府県によって異なるものの、教員免許の有無を採用要件としていない場合もある。 しかし、資格要件の緩さもあって、教員や教育行政、教育委員会への配置転換などはない。その場合は、一般の公務員試験を受けた上での配置になる。さらに最近は、授業、各種行事が実施されない土曜日、日曜日祝祭日や夏休み、冬休み、春休みに、あたる、長期休業期間を自宅療養期間に当てて、 外等日の寄宿舎を閉鎖する学校も出ている。月曜日や金曜日、始業式や終業式に学校周辺の道路が渋滞するのは親が迎えに行くための車で混雑するためである。ただ、寄宿舎生を抱える遠隔地の家族にとって当日の車での往復は長距離となり、交通事故を引き起こす危険性を増加させるため、できるだけ寄宿舎を回避させるべく。 空白区での学校設置に力を入れる自治体も出ている。特別支援学校は普通学校と比べて児童生徒一人当たりに必要となる経費が10倍程度となっている。学校運営にあたって必要な経費がかさむ主な理由。地方公共団体の財政難を背景とし、在籍児童生徒の減少を理由に特別支援学校が再編、統廃合されるケースがある。 しかし、特別支援学校に在籍する児童生徒数は全体では増加傾向にある。そのため、特別支援学校が増えている自治体の方が多い。また、入学してくる生徒の障害が重度化している傾向にあり、2007年度より始まった特別支援教育により、特別支援学校の役割はますます大きくなることから障害児の保護者からは不安の、 声が上っている。日本で改正学校教育法が施行された2007年4月に特別支援学校と公明を変更した盲学校、老学校、養護学校は既存の学校で916校中182校2007年度に新設された学校で11校中3校にととっている。公明変更反対の意見が聴覚障害者のみを対象としている。 特別支援学校に見られる。旧、老学校は、デフコミュニティの一つでもあり、卒業生は、通常、母校に強い愛着を持っている。一方、近年、日本の老学校の中には校名を、老学校、老学校から、聴覚障害特別支援学校などに変更する事例もあり、全日本老は連盟など、これに反対する老者たちとの間で議論に発展している。 解明に反対する人々の心情として、老あるいは老という語に、自らのアイデンティティの一部と捉え、老者であることに誇りを持っており、かつ、特別支援という言葉が健常者の支援を受ける、ネガティブな語として捉えていることがあり、こうした老者たちの心情を理解しないまま解明が実行されたケースもある。一方、養護学校、知的障害者、病弱者、 死体不自由から特別支援学校への解明は進んでいる。視覚障害者を対象としている特別支援学校は主に旧盲学校の制度を母体としていることが多い。視覚障害者のみを対象としている特別支援学校の中には特別支援学校の制度が発足した後も公明に盲学校の名称であることも多い。場合によっては視覚特別支援学校 資格支援学校の名称の特別支援学校もあり、資格特別支援学校の故障は法令文の一般名詞として用いられることもある。世界で最初の資格障害者を対象とした特殊学校は1784年にアユイラによってフランスのパリに作られた盲学校とされている。この盲学校はフランス革命直後の1791年に 王立パリモ学校となり、王政廃止後は国立パリモ学校となった。視覚障害者を対象としている特別支援学校においては、展示などを用いて教育を行っている。理科では授業の中で科学実験をはじめとする実験観察が行われ、理系大学への進学者もいる。体育でも障害の特性に応じた工夫がなされている。 例えば、健常者が行うバレーは、視覚障害者では、フロアバレーボールと呼ばれ、健常者のようにボールを打ち上げるのではなくネットの下を、くぐらせる方法でプレイする。ゲームでは、弱視者の後衛3人と全盲性、または、アイマスクをつけた人の前衛3人によって行い、後衛が、前衛に声で指示しながらプレイするなど、内容的に、かなりの創意工夫がなされている。 この、スポーツの部活動を置いている、中等部、高等部は多く、全国大会も開かれている。視覚障害者を対象としている、特別支援学校においては、自立活動の時間に、生徒の障害の特性や程度に応じて、展示の指導、白杖歩行の訓練、弱視者への拡大読書機などの障害保障機器の指導、卒業後の生活自立へ向けての生活訓練などを行っている。 高等部及び高等部の専攻科の視覚障害者である生徒に対する教育を行う専門教育を主とする学科については家庭に関する学科音楽に関する学科理量に関する学科理学法に関する学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとされているこのうち理量に関する学科 理学療法に関する学科については針、あんま、あんまマッサージ指圧の分野を含む日本では数百年の長きにわたって盲人の職業として針とアンマが受け継がれてきた針、アンマは学問というよりも職人的な技芸であるため第二次世界大戦前は都定制度によって術者が養成されていたしかし第二次世界大戦後 アンママッサージ師圧師、ハリ師、旧師等に関する法律、アハキ法が施行され、ハリ師、マッサージ師として就業するためには、2年の専門教育と国家試験が課せられるようになったため、これに対応する形で、専門教科の理療科が設置された。理療科は、高卒後3年で、新旧師、アンママッサージ師圧師の国家試験受験資格を得る、専攻科理療科と、 アンママッサージ指圧師だけの受験資格を得る保険理療科がある。一部の視覚障害者を対象としている特別支援学校には視覚障害者、盲人の伝統的な職業である奏曲の演奏家等を養成する音楽家、理学療法士を養成する理学療法科が設置されているところがある。日本には国立、公立、 私立の聴覚障害者を対象としている特別支援学校が106校である。聴覚障害者を対象としている特別支援学校は主に旧、老学校の制度を母体としていることが多い。最近では、老舎の母語である日本手話で教育を受ける権利を守るべく日本手話を習得させる教科廷が設置された学校も存在する日本社会事業大学。 聴覚障害者のみを対象としている特別支援学校の中には特別支援学校の制度が発足した後も校名を老学校及び老学校の名称を変えずに維持する学校も存在するそれ以外の名称は以下の通り聴覚障害者を対象としている特別支援学校の教育内容は基本的には通常の学習指導要領に準じたものとなっており これに加えて、聴覚障害児に特に必要とされる教育を行う場と定められている。以前は講アを中心としたコミュニケーション訓練の場というのが実情であったが、近年では重複障害児の増加により、聴覚障害者を対象としている特別支援学校に求められる教育内容は多様化している。聴覚障害を持つと診断された子どもたちを対象に、た就学前教育、 最早期教育も聴覚障害者を対象としている特別支援学校の重要な役割である。高等部及び高等部の専攻科の聴覚障害者である生徒に対する教育を行う専門教育を主とする学科については、農業に関する学科、工業に関する学科、商業に関する学科、家庭に関する学科、美術に関する学科、利用、美容に関する学科、 地下技工に関する学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。